ルモーン半島ルモーンブラバンは、モーリシャスの南西端に位置する半島で、この島の風上に位置している。この半島には、名前の由来になった、玄武岩のルモーン山がそびえており、モーリシャスでも飛び切りの見晴らしを提供してくれる。頂上部分の面積は12ヘクタール以上あり、そこへ至る急斜面には、多くの突き出した洞窟群がある。 半島はラグーンで囲まれており、観光名所になっている。この半島は微気候の恩恵を受けており、世界でも特に希少な絶滅危惧種の一つである、マンドリネットの三つしか残っていない、生育地の一つにもなっている。他の希少な植物としては、やはりアオイカの植物であるトロケティア・ボートニアナが、山腹にのみ自生している。ルモーンサンは、19世紀に逃亡した奴隷の、 隠れ場所として使われたことでも知られるようになった。モーリシャスで奴隷制が廃止された時には、警官隊がルモーオンに赴き、君たちは自由になったのだと呼びかけたが、警官隊の来訪理由を誤解した奴隷たちは、飛び降りて亡くなった。ルモーンさんは2003年に、モーリシャスの世界遺産暫定リストに掲載された後、2008年の第32回世界遺産委員会で、 自由を求めた奴隷たちの戦いのシンボルとして評価され、世界遺産リストへの登録が認められた。モーリシャスの世界遺産としては、2006年に登録されたアープラ橋が後に続いて2件目である。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。トミニク・オジア、ジャンポール・ロブルデット、モーリス、ロドリー・グレプティフ・テイユ、 カントリーガイド、ありがとうございます。